にちは、なーちゃこと安田奈々です。今日もよろしくお願いします。最近ハマっていることをお話ししたいと思います。私は最近ですね、ハーブティーにハマっていて、もともとお酒を飲むのがすごく好きで、むくんでしまうことからハーブティーを取り入れ出したんですけど、女の子って結構周期でこう気分が落ち込んでしまったり、こうずっと眠かったりとかだるかったりすることがあると思うんですけど、そういった時に効くハーブティーとか、もちろんむくみを取るハーブティーとかすごくたくさんあることを最近になって知って、でそれをこう集めて自分の今日の気分に合わせてハーブティーを入れて飲むのがすごく私の最近ハマっている癒しです。はい、そんな感じで今日も紹介していきたいと思います。今日がですね、紹介するのがこちら、じゃん。こちらのランジェリーがオリジナルブランドのレイネストというブランドのものだそうです。見るからに高級感があって、そしてセクシー度が増しております。はい、こちらは紹介している中でも、高級なラインだそうです。こちらなんですけど、結構華奢だなぁと思いました。やっぱり高級デザインなので肌をすごく綺麗に見せてくれるんじゃないかなと。あとここの紐が着た感じどうなるのかがすごく楽しみです。はい、私はこちらのブルーがいいなと思いました。こちらがですね、もう一個のお色で、こちらブラックというお色味なんですけれども、ピンクのお花のレースにさらにお花が刺繍してあるというデザインになっています。もうね、どこもかしこもスケスケな感じで、とっても着てみるのが楽しみです。着てみます。はい、それでは着てみました。私はネイビーのお色を今つけています。どうですか？やっぱり高級ラインというだけあって、すごいいろんなところにこだわっているなというのがすごく感じました。そしてなんといってもこのショーツのアシンメトリーデザインがとってもセクシーだなと思いました。私こういうのあんまり、普段は安心感があるものが多いんですけど、こういうデザインも特別な日とかに挑戦してみたいなと思いました。あとはですね、すごくグッとホールド感があるっていう感じには見えないのに、すごくこうなんていうんですかね、すっきりお胸を見せてくれるようなブラジャーだなというふうに思いました。これもレイネストならではなのかなというふうに思います。こちらティーバッグの、デザインもあるみたいです。こちらは、サイズが A の65から F の85までで、お値段3080円ということです。すごく肌色がね、綺麗に見えるようなこのブルーで、そしてこの白のレースがまた効いてグッと引き締めて見せてくれるようなデザインなんじゃないかなと思います。そしてこちらのブラックのデザイン、色が違うだけですごく印象が違うと思うので、ちょっと当ててみますね。じゃん、見えるかな、どうでしょう、どうかな。全然この色が違うだけで印象が違うので、こちらはぜひ2色買いがおすすめかなと思います。はい、そんな感じです。はい、この動画が良かったと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた、バイバーイ。